で股関節ってね、実はね、お尻の筋肉ってここからここまでくっついてくるんですよ、うん、なのでここをしっかり緩めていきます、うん、わざわざ私が説明するってことは、うん、なんかこれ一番やもう、はいはい、くそこが一番痛いとこね。痛い、今ん中で一番痛い。痛いすぎますね。ついてくるので、こいつが硬くなると股関節が硬くなるのね。やばい、これやばい、痛い、どうしよう。だいぶ緩んできたよ。痛さましでしょ、ちょっと。ええ、うん。こっちの方がよく効くから頑張ってくださいね。痛い。
関節いろいろ動かしてみて。動かしやすいでしょ。ああ、そうかな。ちょっと開きやすくなってるでしょ。うん。うん。でこいつ。こうは来ないで。ちょっと股関節動かしてみて。あ、じゃあちょっとは動かしやすい。もうちょっとだよね。もうちょっと動かしておいた方がいい。耐えれる？耐えます。耐えます。あー痛い。ご自身でもね、なんかね、野球ボールとか、まあ、あのソフトボールのものとか何でもいいから押さえてあげて、ちょっとね、ここをしっかり刺激して股関節動くようにしといた方が足にかかる負担だいぶ減るからね。っていうと関節が変形しかけてきちゃってるから、これもうちょっと動かしてみて、股関節だいぶ開きやすいね。あとここだね。これもう一回動かしてみようか。開くのがどう？もうちょっとだいぶ開く？うん、だいぶ開くね。まあまあ、もうちょっと。痛い。
曲がって曲がって。どうなってんの？これあのまあ置いとくとあの股関節が本当に硬くなっちゃって変形足が変形しちゃって、うん、まだお若いのに膝がなんか何足が開いてきちゃうみたいな。ガニ股で固まっちゃうみたいな。ああ、そうか。ああ、痛い。痛い。これでもう一回股関節動かしてみて。動きやすいかも。動きやすいかもね。あとそこだよね。もうちょっと開きにくいかなって感じでしょ。反対は右足はそこまで行くよね。左足そこだよね。で、そこをちょっともうちょっとしようと思うと、ね、足をちょっとこう開けるのって、あとね、そのお尻だけじゃなくて、こっち側の内側のこの筋になってくるの。Thank you.
これでちょっと動かしてみようか。だいぶ開くよね。だいぶ開く。でもこうだったんです。ここ縦だったから、縦だったからね、うん、だいぶ開くよね、うん、まあ、この辺が限界ぐらいかな、うん、ちょっとね、自分でも動かしとかないと、うん、この角度で固まっちゃうと、うん、あの今の段階だったらまだね動くから、うん、ちょっとしっかり緩めた方がいい。僕あんまりね、そのうちの店に来なさいとか言わないんだけど、うん、時間遠いけど、もし来れるんだったら短めで来た方がいい、1ヶ月とかね、はい、うん、でか、もしくは向こうで見つけてもらって、ここをちょっとしっかり開いてくれるところで、開いておかないと歩きづらくなる。最近歩きづらいでしょ、うん、歩きづらい。そうなってくると反対の足にも負担がかかっちゃって、少し開くんじゃないかな。まあ、ここまで開いたらね、うん、十分だと思います。すごい。